よきの一酒造株式会社は、岩手県一関市に本社を置く蔵元。1996年には、地ビール醸造のブランド、岩手蔵ビールを立ち上げた。1918年創業。1986年には、自社の酒蔵を利用して、昔の酒造の用具や、湯治部屋などを展示、公開する企業博物館よきの一種の民族、文化博物館を創立している。岩手蔵ビールは、1996年に立ち上げられた地ビールブランド。奥羽山脈の地下水と厳選された麦芽やホップ、岩手産の食材、スパイスを取り入れた地ビールは、日本国内のみならず、日本国外からも評価されている。販売しているバーレーワインは、アルコール度数が14度で、国内のビールでは最もアルコール度数が高いとされている。バーレーワインは、通常のビールと異なり熟成が必要であるため、タンクを長期間占有する。そこで2015年に専用タンク設置のための資金をクラウドファンディングで集めた。資金提供者には醸造されたビールが送付されるほか、仕込み見学やビアパーティーの招待といったサービスも用意された。このクラウドファンディングの反響は高く、募集を始めた当日に目標額に達した。クラウドファンディングの成功事例として挙げられることも多い。1999年8月23日以下が登録有形文化財となった。岩手蔵ビールに関するカテゴリー、酒の民族文化博物館に関するカテゴリー。ありがとうございます。